皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日はですね3月1日水曜日、3月最初の取引ということで、まずですね地合いから見ていくと、為替ドル円ですね、ドル円は昨日の夜の、経済指数、そんなにその重要度としては、大きいものではなかったと思うんですが、そこからねずっと135台に、まだそれまでが136後半、もう137にタッチするかぐらいまで上げてたので、やっとこうちょっと円高に戻ってきたかなというところで、久々にねちょっと円高寄りの数字というか、予想よりも結果の方がやや下回るというかね、結果が出て、それまでの、経済指数が5回とか10回ぐらいですかね、ほぼほぼ、円安に、きっかけとなったのはその雇用統計ですよね、前回の雇用統計から、円安に行くような数字が出てたので、久しぶりに、円高に触れたような。で今日の夜、ISM ですかねの発表でまた結構動くような、経済指数だとは思うんですよね。だそれで、また再びね136、137に向かうような数字が出るのか、もう一段下、134前後で推移するような数字が出るのかっていうところで、今後の、為替変わってくるかなと思います。正直チャート的には今日また1円2円下げればややね上値重いっていうチャートですし、また上げてしまえば全然上昇チャート崩れたような形ではないので、今のところここまで強かったね上昇が完全に崩れたってほどでは正直ないと思います。なので今日次第で冷やししっかりね大陽線大陰線が出て、どっちかでブレーキがかかるか、さらに上昇に勢いがつくかっていうところで、ちょっと大事な、局面かなというかね、ところかと思います。で、昨日のニューヨークダウがですねマイナス232と、だから3万3000をちょっと割れたところで、ちょっとね、ちょっと低い位置で推移してるんですよね。形としては正直あまり良くないですね。陰線ばっかりですし、この前ね、火曜日かの時も、上髭の陰線で、一応プラスでは引けてるんですが、上髭の陰線ということで、ちょっとね、上値が重くなってきたニューヨークダウなんですよね。なんで今日の夜、先ほど言ったその経済指数次第で、ちょっと、上昇のきっかけになればなと。もう今3万2000台入っちゃってますんでね。今日は、3万3000、以上で終わってくれるといいなっていう感じはします。で、日経平均は、プラス70。で、マザーズがマイナス3ということなんですが、マザーズが、正直マイナス3だからっていうわけではなく、今日はまたそのアースインフィニティとかですね、東京通信、キャンバスみたいに、結構落ちてるところはあるんですけど、地合いというよりは、チャート的にね、大きく上げて、利確だったり、上昇トレンドから下落トレンドになってるっていうところなので、そこまで今日なんか地合いのせいで、綺麗なチャートが崩れたっていうのも、自分がチェックしてる範囲ではあまりなかった。ように思います。で、今日見ていきたいのは、またアースインフィニティとですね、で今日は近江健種が反発というか、最近ねちょっと陰線で抑えられてたんですが、今日は大きく上げたということで、近江健種で、先ほど言ったそのアースインフィニティちょっと IR が出ているので、IR も見ていこうかなと思います。あとはね、いつも最近見てる注目銘柄を中心に、見ていこうと思います。で、まずはアースインフィニティからなんですが、はい、4170、19% 下げということで、ストップ安ですね。寄り付きが5000
ちょっと超えた時はあったんですが、まあ、そこから、張り付きですね。で、ちょっとこう、ストップ安ついても、なんかこう、リバウンドというかね、なんかこう、反発しそうな時はありつつも、まあもう、でも10時前ぐらい、9時40分、50分からは、そのストップ安に張り付きということで、チャート的にはですね、やっぱり、この6000はね、このストップ高のこのラインと、やっぱり超えてきた大陰線の、やっぱ6000超えたところはかなり印象としてはね、一つ重いっていう、まず、ここに線を引けるかなと思いますし、今日、こう、まあ、後出しになります。今見ると、この黄緑の短期線にちょうど頭を、まあ、反発したり上げた時に抑えられて、上髭の先がちょうどここになってるんですよね。短期線ですね。に頭を抑えられて落ちているので、やっぱりね、最近、まあ、この後も銘柄見ていくと、何個かこれに該当すると思うんですけど、やっぱ上値が重くなったり落ちてる時って、この短期線にね、頭を抑えられる時が多いので、まあ、逆に、まあ、明日とかね、反発したとして、上げるとすれば、やっぱこの黄緑の短期線を、まあ、抜けてね、むしろこう、お尻を押さえてもらうような形になると、強い証拠かなと。やっぱりこの黄緑の短期線が下にあるときは強いですし、ここが頭で超えられないっていうときは、やっぱ下落の、一つのあれですよね。まあ、物差しというか、測るときに、大事なポイントかなと思います。まあ、ただ、先ほどですね、このアースインフィニティがね、まだ全然2000以下、1500の時からずっと上がるって言っていたトンピンさんのツイートを見ると、まあ、この、今のこの4170ジャストっていうわけではないですが、まあ、このストップ安、この7000から大きく落ちたライン、ここら辺は一つ、まあ、買い戻しというかね、そろそろ反発してもいいラインなんじゃないかみたいなね、ツイートもあったんで、買い推奨とまでは言えないですけど、まあ、この後 IR も見ていきますし、PDS の動きも見ますけど、まあ、直近ね、確かに半値ぐらいね、半値近く短期間で落ちてるっていうのはあるんですが、まあ、自分としてはね、反発、リバウンドがあるとしても、まあ、今日反発、一気にね、プラス、まあ、500とか1000とかいけばでかいなと思いましたけど、今日ちょっと2発大陰線見せられたので、入るとすれば、やっぱり下髭が2本揃ってね、そこね、硬いところを見たりとか、まあ、陽線、まあ、形にもよりますよ。十字の陽線とかじゃなくて、まあ、ある程度、まあ、下髭とか、でかいね、陽線が、まあ、場所的にもね、ちょっと揉み合った、この3000とか、どっか底根が揃ってた方がいいかなと思いますが、で、出てからでもいいかなと思うんですよね。正直やっぱ、大陰線、まあ、いきなり利確一発で、次、陽線でまだ上の力が強いよっていうのと、正直2回ストップ安落とされると、何かこう、次に買いシグナルじゃないですけど、入りやすい形の冷やしが出てからのが、まあ安全なんじゃないかなとは。まあ確率論の問題ですね。これ一発勝負だとかじゃなくて、アースインフィニティ関係なく、まあ10銘柄ぐらいがこのパターンになったとして、入るとすれば、やっぱり、そろそろ反発だろうっていう狙うよりも、1本冷やしで、底値というかね、まあ、損切りライン決められたり、下髭とか陽線のなんか目安を確認してから入っても、まあ、10回トレードしたとしたら、そっちの方が確率が高いんじゃないかなというふうに思います。で、アースインフィニティの、PTS、マイナス205、4.9% 下げ。で、一応ね、PTS は今のところこの陽線にはなってますんで、まあ明日のね、日足が、陽線で終われば、またこうチャートのね、まあ印象というか、買いで入りやすい雰囲気になるかなとは思います。で、アースインフィニティのですね、IR 見ていきたいと思います。はい。で、アースインフィニティ3月1日、太陽国における、バイオマス発電事業プロジェクトの、進捗状況のお知らせということで、
この度アースインフィニティは、対ゴム農園協会の支援を受けたゴム機材を活用した非化石燃料による再生可能エネルギーとなる地域経済コミュニティ発電事業のための、戦略的締結契約のお知らせに基づいて調査を実施した結果、想定する、事業規模が判明したのでお知らせしますということで、まあ、IR 出てます。で、なんか、アースインフィニティはですね、印象としては、結構 IR が、まあ、まめにというかね、結構多いイメージがありますね。なんか、最近もお知らせとか IR 含めると、なんか1週間に何回もね、出てるので、そういう会社としては今、こう、変わろうとしてるというか、まあ、動こうとしてるっていうのが、まあ、感じます。で、昨日ですね、ちょっと紹介し忘れてしまったんですが、3月14とか、まあ、それぐらいだと思いますけど、アースインフィニティの株価が4分割ですかね、されるということで、まあ、それを受けて、まあ、今日は落ちてしまっていたんですが、まあ、その4分割になるから、落ちたわけではないですけど、まあ、それがたまたま昨日出てて、まあ、プラスな内容だと思うんですよね。その分割することによって、株価が安くというかね、一株当たり安くトレードできて、まあ、こう、新規参入というか、今結構一株がね、70万とかになってた時もあるので、ちょっとこう、入りづらいなとか、買いが怖いなっていう人も、4分の1で買えると、参入しやすくなるみたいなところもあるので、そこはまあ流動性っていう意味ではプラスなのかなとは思いますが、まあアースインフィニティはですね、今日これぐらいにして、また別の銘柄見ていきたいと思うんですが、次はですね、近江健士見ていきたいと思います。はい。近江健士プラス62、13% 上げということで、550をね、超えたあたりから、この上髭陰線、まあ、その前のこのね、2回がかなりポイントだったかなと思いますが、落ちてきた。まあ、陰線でいくと、1、2、3、4、5、6発連続陰線だったんですが、まあ、久々の大陽線ということで、大幅反発。で、まあ、一応昨日も言ったんですが、まあ、一つポイントになるのは、この、陰線ではあるんですが、底根を揃ってたっていうことが、まあ、一つ大きいところかなと。で、今日も、まあ、ちょっと割り込んではいますよ。全く同じではないですけど、やっぱこの450割り込んだところが、まあ、かなりこう、強いというかね、反発ラインになってるのかなと思うので、まあ、上で行くとね、この550手前、かなり揃ってるので、ここも一つポイントになると思いますし、逆に下は下で450、まあ、割ったところ440ぐらいですかね、もかなりこう、大きいポイントになるかなと思います。で、近江健士、まあ、PTS はね、マイナス15ということで下がってるんですが、昨日からですかね、近江健士も、マシタンが出ています。で、最近やっぱりそのアースインフィニティもね、マシタンが出て、2営業日後に下げ始めたりとか、東京通信ね、まあ、3000で下げて、今日2337になってますね。マイナス94。で、まあ、東京通信も、マシタン。まあ、東京通信に関しては、そのマシタン出て、もうすぐ次の日ですね。から、落ちてるということなんですが、次ですね、キャンバスですね。はい。で、キャンバスマイナス163で、9% 下げということになっています。で、1500まで来ましたね。だから、まあ、高値から、まあ、2週間ぐらい経ってますけど、一回ね、ここで揉み合って、3000から半値ということになっています。キャンバスですね。まあ、ただ、正直、材料的にも、チャート的にも上げすぎたかなっていうのがあるので、まあ、この中期戦でね、粘れなかったりとか、短期戦に頭を抑えられてるとかもあるので、やっぱり、結構重いかなっていう感じはしちゃうんですよね。まあ、だから IR が出ればっていうのは別としても、チャートでいくと、今この長期線もね、落ちてきたので、まあ明日、
陽線、下髭の陽線とかで、この長期戦で粘れないと、こうずるずる、まずは、次ですね、長期戦の下にもし落ちるようであれば、まあ、この窓が意識されるかなっていうのはありますけど、まあ、一応1500ね、ここで揉み合ってサポートラインにはなってると思うんですが、まあ、ここでもし粘れないようだと次、まあ、この1300ぐらいですかね、窓になって、まあ、その次また落ちていくと、まあ、1000前後で推移すればね、まあ、もともとこのレンジ抜けて大きく上げる前の、IR 出て落ちてまた上がってっていうラインが、まあ、1000前後で行われてたので、またそこにまあ逆戻りという形になるかなと思います。で、キャンバスのチャート見ながら、まあ、注目銘柄いくつか読み上げさせていただきたいんですが、ガーラですね、プラス18で、グミプラス25、昨日もちょっと言ったかと思うんですけど、グミもですね、安いとこ拾っていきたいと思うんですよね。だから目先すぐっていうよりも、まあ、ある程度中長期になると思うんですが、グミも将来的には、まあ、結構伸びしろあるんじゃないかなと思うので、まあ、下げ、ちょっとね、言い方悪いけど、安くなってくれればな、みたいに思ってたんですけど、まあ、今日プラス25の 3% 上げと。で、M&A 総合研究所がですね、3連続陽線ということで、まあ一応、昨日の下髭の陽線で今日上げたので、まず、売りで入ってた分、今日寄り付きで利確しました。なので、また、高くなってですね、上髭の陰線とかね、売りシグナル出たら、またショートで入りたいと思うので、またその時ですね、動画で言っていこうかなと思います。M&A 総合研究所ですね。で、次は、はい。で、ダブルスコープはマイナス16の、1264ということで、またそのサポートラインね、で揉み合ってるなと。で、最後、バンクオブイノベーションを見て終わりたいんですが、マイナス430、6.6% 下げで、まあ、ここね、ポイントになる十字、上髭、まあ十字ですね、十字陰線。で、これはですね、この決算受けてストップ高。で、まあ、そこからずっと利確というか下げてるんですが、正直、その後出しで言ってるわけじゃなくて、この上げた時からずっと言ってるんですけど、ここまで上げれることなのかっていう上げ方です。これね、騙し上げなんじゃないかっていうか、まあ、空売りのポイントを作るための上げだったんじゃないかなと思うんですよね。正直、決算の数字も、そのサプライズは全くなかったですし、まあ、この横横とかね、落ちてきた時に予想されていたとか、そこまで分かってるような数字が出て、むしろ、売上が、メメントモリですね。スマホアプリ。が、まあ、9割ほどの売り上げを占めていたと。だから、まあ、売り上げが伸びてるのはいいことなんですが、その、ゲームに一本柱みたいなね。他がちょっと怖いなっていう、メメントモリがもし調子悪くなったらっていう不安になるような部分もあった、決算だったのに、ストップ高からかなり上げたわけですよね。この6000。ちょっと、まあ、7000ぐらいですかね、超えたあたりから1万までいったっていうので、この内容でここまでいけるかっていうところから、やっぱり1万から一気に6000まで落ちてますので、これはなんかこう、売りを誘うというかね、なんか、高く上げて、この、距離を作るような上げ、騙し上げなんじゃないかなとやっぱ思ってしまいますね。で、バンクオブイノベーション今日は430マイナスで 6% 下げと。で、まあ、PTS はマイナス30ということになっています。で、今回は以上になります。よかったらですね、下の概要欄に自分がやってる Twitter のリンクありますので、Twitter フォローしていただいて、で、そちらにですね、口座解説のリンクあるので、まあ、興味ある方は、そちらのリンクチェックしていただいて、で、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。